はい、ではね、味噌漬け焼きのために味噌を作りますね。ここに大体今 60g ぐらいの味噌があるので、これを入れますね。はい、でここにお酒も同じ 60ml 用意しました。これを入れて、溶かしていきますね。はい、こんな感じでお酒と味噌とでこう馴染んだ感じで、このままね、大体1時間以上は冷蔵庫の中で味を馴染ませましょう。本当は朝作っておいて夕食に食べるとかね、それぐらいの時間がいいんですけどね、まあ少なくとも1時間ぐらいは味を馴染ませますね。はい、もう大体ね1時間以上経ったので焼きに入ります。はい、この料理はねシンプルにお酒と味噌だけなのでね、ちょっとね焦げつかないように低い温度の時から焼いていきましょうかね。2枚ずつぐらいいきますかね。3枚いけるかな。はい、じゃあね、これ見た目はねほぼ、生姜焼きに見えますよね。生姜焼きは、醤油と生姜なので、これは味噌とお酒ですね。食べてみますよ。まずご飯が欲しい。まず大根でねやわらかくしたんで、歯触りはもう問題なく柔らかく食べれますね。で味噌がね、日本でいうと濃厚というやつ、濃厚な味わいですね。だからこれで、なんですね、淡白なご飯とね合わせて食べると、とても美味しいと思うし、ここのキャベツ食べてもね、超うまいですね。臭みというものはね、お酒もそうだし、大根の汁もあったんで、全く臭みはないんですよ。